皆さんこんにちは。本日内藤証券7110マーケットトゥデイの担当を務めます、投資調査部の甲と申します。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、本日の話は4点となっております。ご覧の通りです。まず1点目の中国株式市場の動向について説明します。香港ハンセン指数と本土 CSI300 株価指数の推移を見てください。3月に入りますと、原油先物相場は約7年ぶりに100米ドルを突破したことに加えまして、対ロシア制裁による世界景気後退も警戒され、こうした外部環境の悪化を受けまして、両市場は凍結の半ばまで大きく下落しました。特にコロナ感染拡大で深セン市などのロックダウンが報道されますと、両指数は揃って15日に安値をつけました。その後は当局による景気支援策などが交換され、両指数は23日まで総じて買い戻されました。しかし月末にかけて米中対立など不安材料が多く、特に上海で始まった実質的なロックダウンが相場の重しとなり、3月の月間騰落率はハンセン指数が 3% 安、CSI300 指数が 8% 安でした。続きまして、業種別の騰落率から本土市場の動きを説明いたします。特に、過去1ヶ月では、原油高を受けまして、エネルギーセクターが逆行高となりました。好業績の期待から、ヘルスケアセクターも下げしぶりました。一方、景気先行きの不透明感や、規制強化への懸念などから、素材や消費財、IT 関連は下げがきつかったですね。続きまして、香港市場は時価総額が大きな大型複合企業やエネルギー、金融株などは上げ幅が比較的大きかったです。通信セクターも大手会社の増益決算を交換し買い戻されました。一方、 IT や消費財関連などが本土市場と同じように売られました。ここで特別に東方航空の飛行機墜落した事故による市場への影響を説明いたします。 CSI300 指数では公共セクター、ハンセン総合指数では一般消費財セクターが航空会社を含みますので、両セクターは同事故を受けましてともに下げ幅が大きかったです。続きまして第2部分に入ります。株式総合取引の投資状況を説明いたします。まずは香港経由の本土 A 株投資のグラフを見てください。コロナ感染拡大や原材料高による世界経済鈍化への懸念が高まり、3月7日から3月15日まで海外投資マネーは総じて本土市場から流出しました。その後は株価安定向けの政策期待が強まり、経済成長鈍化に対する過度な警戒感も後退し、海外投資マネーが再び中国本土に回流したと見られます。また次のグラフで示した通りに、3月の本土経由の香港株投資はほとんど買い越しとなりました。そして、香港経由の本土 A 株投資と、本土経由の香港株投資の両グラフを、合わせてみますと、このグラフで示した通りに、3月に入りますと、両者の間に一定の負の相関関係がありそうです。このグラフの真ん中の、赤い線で囲んだ部分を見てください。これについては、すなわち3月7日から3月14日
3月15日までの両方の投資額の変化額を見ますと、その時期において本土市場から流出した投資マネーは完全に海外へ撤退したことではなく、一部が香港株を投資していたと推測されようです。そして中国政府が16日に株式市場安定を支える政策を講じる方針を示しますと、海外投資マネーは再び本土市場に流入したとみられます。続きまして、第3部分の本日のテーマ、関連銘柄のコマに入ります。今回のテーマは高騰する原油相場です。このグラフを見てください。国際原油相場は需要回復を受けまして、実際昨年の初めの約1バレル50米ドルから上昇してきました。足元ではウクライナでの戦争を受けまして、現在の石油価格が100米ドルを超え高騰しております。これに伴って中国の国内ガソリン価格もグラフで示した通りに上昇してきました。また月のグラフを見てください。中国の油ガス田産業は20年にコロナ災いの原油安で業績が悪化しました。しかし昨年は原油相場の回復で採算性が向上し、好業績を遂げました。中国の石油業界はご覧の通りに、国有三大石油会社、すなわち上から下の順で、シノペック、ペトロチャイナ、シノクが市場を寡占しております。ここで原油相場との連動性が比較的高い中国最大級の石油ガス会社ペトロチャイナを取り上げて紹介いたします。足元の業績については、昨年通期の純利益は前年の 4.8 倍に拡大し、7年ぶりの好業績でした。今後の成長性については2つポイントあります。まずは研究開発強化で効率的な資源開発拡大が期待されることですね。具体的には先端技術を積極的に開発導入し、高精度資源探査能力を高めていることです。加えまして炭酸ガスの回収利用貯留を強化し、資源回収率を高めつつ脱炭素化への貢献も目指しております。まだ株価動向について、現在の株価は4香港ドル前後で緩やかな上昇トレンドを維持しておりますけれども、株価水準では昨年通期の業績に基づく実績 PR が約7倍で5年平均の39倍を大きく下回りました。続きまして最後の部分、今後の経済カレンダーを紹介します。本日から今月半ばまでの重要スケジュールはご覧の通りとなります。そのうち9日の新規融資など11日の物価指数、13日の貿易統計がより注目され、市場に影響を与えますので注意を払う必要があります。ちなみに昨日発表された3月の PMI が弱かったことに加えまして、中小企業や民間企業の動向をより反映する最新中国製造業 PMI も本日発表されまして、景況感の分かれ目50を下振れました。景気先行き不透明感が高まっております。それでは本日のマーケットトゥデイは以上となります。ありがとうございました。